はい、どうも、じゃあ朝サイアンです。本日もニュースをくっついていきましょう。今日、ご紹介する話題なんですけども、日曜朝からやっているダウンタウン松本さんがね、やっているあのワイドナショーっていう番組があるんですが、そこに、国際政治学者の三浦瑠麗氏がささやん的にちょっと聞き捨てならないような発言をしておりましたので、そちらの方ちょっとね、その発言ご紹介させていただきます。ちょっとここにメモってあるので、ね、お読みしますが、三浦瑠麗氏は番組の中で西村経済再生担当大臣らと新型コロナウイルスをめぐる国際的な政治情勢の変化を把握するため東大大学院教授、それから、前日銀副総裁と経済情勢に関する会議を行った。その上でそろそろ国際的な話をコロナについてやらないといけない時期になってきまして、コロナの感染者をめぐるトラブル、その攻防から今後はどれだけ早くコロナの後に経済を復興するかの競争になってきている。そこに米中の貿易競争も絡んできており、今私たちは米中の狭間でどうやって生きていこうかしらとすごい圧力をかけられている状況にいる。米国からも圧力、中国からも圧力、今日本はそういう状況にいますと言い、その後ダウンタウンの松本さんがすごい賢い人が集まっているが会議はどういう場所でやっているのかとの問いに、三浦氏はズームでやっていると回答。その答えを聞いた松本さんはすかさずに、そこに精は出せないよねとツッコミを入れ笑いを誘いました。おしまいと。はい、ということで、僕は毎週ワイドなショーを見ているんですけども、それはこの番組が政治の話題をね、結構扱っている、そういうワイドショーなんですけども、あんまりね、こう右左関係なくニュートラルな形でですね、時に僕が大好きなシュールな笑いだとか皮肉をこう交えてゲストがこの政治を語ってくれるっていうんでね、まあ政治の話でね、こう笑かしたい、皆さんを笑かしたい支えにとっては大事な教材の一つなんですけどもね。で、ここから本題になりますが、僕が気になったのはこの三浦さんが西村大臣や東大の教授らとズームでオンライン会議をしたという部分なんですね。番組のテロップで国際政治経済懇談会と表示してあったので、これはおそらく6月17日に開催された内閣府主導による第1回国際政治経済懇談会の話だったと思われます。で、さっき内閣府のホームページを見て、何が検討されていたのか、この会議の中で何が検討されていたのかをチェックしたんですけども、その中にですね、会議資料の中にはトランプ政権への影響、それからバイデン政権になった場合の米国の在り方、それから COVID-19 の供給ショックと需要ショック、それに関するマクロ政策、まあこれを見ればですね、非常にディープな国家政策への提言めいたものが議論されているわけです。まあ座長がですね、東大教授で、そのメンバーに元日銀副総裁だとか慶応大学の教授だとか、まあ、参加者リストを見るとかなり優秀なメンバーが参加しています。ところがこれらの人たちが使っていたオンライン会議のツール、これがズームだったと。いや、ですね、西村大臣含め三浦瑠麗さん含めね、あんたたち一体何を考えてるんだと。今世界中の人々がズームってやばいよねと、重要な会議はズーム使っちゃダメだよっていう風に警鐘を鳴らしているのに、内閣府の会議で、しかも6月17日というね、これ直近で行われた日時じゃないですか。いやー、これはちょっとね、なんていうかな、ちょっと言葉ね、きつい言葉が出そうなんで柔らかめに言ってもですね、なんか抜けてんじゃないんですかと、そういう表現になっちゃいますよね。ちょっと前にはこの IT としての知識が足りないんじゃないのなんていう形でね、蓮舫さんに対してこのクラウド蓮舫なんていうハッシュタグが流行りましたけども、今後はこれね、ズーム西村だとか、これズーム三浦というようなハッシュタグが流行ってもおかしくありませんよ。それくらいちょっとね、IT 音痴、セキュリティ音痴っていうことですよね。なんでね、これズームがこんなにやばいのかと申しますと、これブルームバーグの記事になるんですけどもね、見出しが、米ズーム社、活動家の米国アカウントを一時停止、中国政府の要請で、ということでね、ちょっと本文長いんでかいつまんでお伝えしますけれども、ビデオ会議システムを提供する米ズームビデオコミュニケーションズは、中国政府の求めに応じて、米国を拠点とする中国人の人権活動家のアカウントを一時停止した。中国政府が世界的に検閲を強めているとの懸念が広がっている。自社のブログで31年前天安門事件を伝えるバーチャル会合に関し、先月と今月上旬に中国政府の当局者が接触してきたことを明らかにした。違法とみなされている活動を理由に会合と主催者のアカウントを終わらせるよう中国が要求したという。同社は4つの会合のうち少なくとも3つの会合で中国本土からの参加者がいたことから、3会合及び関連する米国内の2つのアカウント、
香港の活動家に属する一つのアカウントの停止を決めたと説明。今後中国政府からの要請が本土以外のいかなる人にも影響を及ぼすことは認めないとコメントした。そしてズームは人権活動家が持つ米国のアカウントを復旧させたことを10日公表していた。今懸念されているのは中国が国民と企業をコントロールするためにインターネット活動を管理する取り組みを国外にも広げようとしていることだ。中国で事業活動を望む企業に向け中国の利益を損ねる行動には何らかの結果が伴うという明確なメッセージが北京から発せられている。言論の自由と政府による検閲の板挟みになっているのがズームだ。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置くが、中国にも相当数の研究開発者を維持している。中国生まれのエリック・ユアン CEO は米国籍を取得している。おしまいと。はい、この記事を要約すると中国と米国かな、他国間で天安門事件に関する会議をしていたところ突然アカウントをロックされて会議を中止に追い込まれたと。で、その理由は中国政府からの要請があったからだということなんですね。中国人活動家とここには書かれていますが、それは中国側から見た、活動家であって、表現の自由をこう、ね、尊う国から見たらただの言論人ですよ。要するに表現の自由に中国の要請で民間企業が介入したという、これは人権を抑圧する立派な事件なんですよ。それにこれ SNS で会議内容が告知されていたっていうふうにズーム社は言っておりますが、実際に何が話されていたのか、これは監視しなければわからないわけですよね。うん、そういうふうに告知していたとしても、中で何を喋っているのか、もし、その天安門以外のことを喋っていたとしたら、アカウントを停止する理由なんて全くないわけですからね。これはつまり会議の内容をどこかで閲覧していたと考えるのが適当なわけでして、こんなことが起きたとなれば、企業や国家、あるいは行政なんてものは秘密の会議なんていうのはこのズームでできないわけですよ。ズームの社長は米国籍があるとはいえ、中国生まれの中国人ですし、中国国内に技術者をこのズーム社というのは多く抱えています。しかもこの記事に書かれていませんが、このズームのビデオ会議というのはこの3月までですよ。このちょっと前の3月まで実は中国のサーバーを経由してデータの送受信をしていたということが判明しています。ということは少なくとも3月まではそれを指摘されるまでわざわざ中国に閲覧されやすい仕組みで会議システムを運営していたということになります。普通の IT 技術者から考えれば中国にサーバーでね経由させていくなんてセキュリティ面をかければ絶対にやらない話ですよね。それをあえてやる企業、何をか言わんやであります。で、このね、データが中国を経由していた問題が発覚して以降、実はこれ大手民間企業、これ日本も含めてですよ、海外の民間企業も含めてなんですけども、これズームでビデオ会議を禁止あるいは制限するようになっています。これ強化されました。また米国、ドイツ、シンガポールでも基本的に政府はこれをね使用することを禁止しています。そういった代物なのに日本の内閣府が平気のへの字でこれズームを使っているという、これちょっとね笑うに笑えない話ですよね。今回この三浦瑠麗さんたちがやっている会議は日本が新型コロナからどうやって立ち直るかっていう日本の極めて大事な将来像を議論していて、で、この後ね、内閣府に提案かなんかをするわけでしょ。そういった会議がもし中国の方で覗き見されていた、ね、聞き耳立てられていたとするならば、日本がこれからこういうふうにやって動くのか、じゃあ先頭打って先回りして中国はこういうふうにやってやろうだとか、あるいはもうちょっとこう頭脳的に動くのであればね、日本の動きに連動して日本の復興計画になぞるように何かを提案してくることも考えられますよね。ニーハオ、日本の国会議員の皆さん、あなたたちこんなことにお困りですよね。言わなくても分かっていますよ。中国人は日本のことわざ知ってます。阿吽の呼吸、私大好きあるよ、みたいなね、そんな感じで近寄ってきて日本の国家プロジェクトにスルッと侵入してくるかもしれませんよね。中国相手に情報がダダ骨しているかもしれないズームのオンライン会議、本当にそれ使って大丈夫なんでしょうか。日本って政府も国会議員も本当に IT だとかセキュリティに精通してる人が少なすぎますよね。本当にやばいと思います。僕はズームを絶対に使うなって言ってるわけじゃないんですよ。世の中には会議内容が漏れてもどうでもいいような会議だってあるだろうし、あるいはオンライン飲み会だとかリモート飲み会みたいな風にね、他人数が同時にこうワイヤー言いながら、ね、お酒を飲みながら楽しむようなサイバー空間があっても別にいいだろうし、あるいは音楽のこうね、アーティストだとかバンドマンがボーカル、リ
ター、ベース、ドラムね、それぞれ別の場所でズームを使ってセッションをして、ステイホームでも音楽が作れますみたいな感じで気の利いたビデオを作るだとか、見てる人たちを楽しませるツールにしよう、そのためのズームっていうものはね、価値があるふうに思いますよ。だけどさっき言った通り、国家の根幹に関わる会議だとか、コロナ収束後の復興計画でこうお金をね、ジャブジャブ突っ込んでいきそうな、そのプロジェクト会議がどこかで覗き見られているなんていう状況があるかもしれませんよっていう危機感を持って取り組むならば、もっと別なツールを使ってほしいよね。いずれにしても政府内閣の人間はズームを使うことに関して使用に関するね、ガイドラインをきちんと示した方がいいですよね。まあそんな感じがしました。ということで、まさかね、このワイドなショーみたいな軽いノリの番組からね、ビデオ会議のズームをこう深掘りするね、セキュリティとかそういったものを深掘りするみたいな話になるとは夢にも思いませんでしたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。多分僕を見てる視聴者さんはそもそもズームなんて使ってないから知らんわみたいな話なのかもしれませんけどね。各言う僕もズーム会議っていうことは実はやったことがなくて、まあオファーされてもちょっと厳しいなと思いますけども、そもそもそのオファーもないんでね、なんとも言えないんですが、スカイプでちょろっとビデオ会議だとかってのはやっているくらいなんでね、個人的にはちょっとどうでもいいような話題ではあったんですけども、ちょっと国家のね、ことを案じてこの動画を作った次第であります。てな感じでですね、今日もお笑い要素少なめだったので、それじゃあ最後はいつもの謎かけで締めたいと思います。ズームの打ち合わせとかけまして、それ大丈夫ですかと解きます。その心は、オラ会議今日のギャグはなかなか決まったんじゃないかなという風な形で、まあ自己満足に浸っているささやんでございますが、本日もためになって面白かったよってことは、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。